みんなからね、リクエストがあるわけよ。あれをさばいて、これをさばいて、つってね。まあ、比較的ね、ちょっとリクエストが多かったものをやろうかなと思ったんだけども、ちょっとね、サイズの方が、予想をかなり上回ってしまいまして。この鮭をさばいていきたいと思いまーす。鮭の炊き込みご飯ということで、炊き込んでいこうと思うんだけども、いやー見てこのサイズのデカさ。なんかこう赤ヤガラとかさ、タチオとかこういう系じゃんじゃない、こういう系だからさ、こうなんかびっくりするよね。この鮭は鮮度がすごい良くて刺身でも食えるので、ちょっとお刺身でもねいっちゃおうかな。こんだけのサイズだったらね何でもできるから。イクラをやっぱこう取りたいから、こう腹を裂かれちゃったんだな。それちょっと残念で、俺はねイクラを取り出すところやりたかった。いつかやるけどね。どうやって取ろうかな。まあいや、先に頭を落としちゃおう。サイズをちっちゃくするから、まあ、これくらいのねオーソドックスなお魚は大体さばき方に、ね、統一されてるから。内臓はもう結構ね取ってあるんで、まあ、あとはちょっと三枚におろしてから鱗を取りたいな。意外と鮭って初心者向きかもしんない。中骨に沿って切っていく。よいしょ。だいたいねこんな感じにさばけたので、腹骨の方を切って、皮も剥ぐか。うわ、大体ねこんな感じに、サーモンを切り終わったら寄生虫チェックっていうのは嘘で、一口サイズにまずサーモンを切る。大体これくらいのサイズかな。サーモンが切り終わったらいよいよね炊き込みご飯の準備をするから。炊飯器のお釜にお米を入れて洗う。まあうちはね無洗米だからこのまま行くよ。お前大好きだなって思うかもしんないんだけども、お酒、だしの素、醤油、このクレイジーソルトというのを使うよ。ない人は醤油で。で、水を入れたら最後にサーモンをチュンチュン。だいたいねこんな感じに入れたら炊飯器のスイッチをオン。うわー超うまそう。炊き上がったらこんな感じ。ご飯を切るようにかき混ぜる。かき混ぜる。はい、ということでできました。鮭のね炊き込みご飯ということで、さばきたての鮭で炊いたご飯。あーもう匂いがもう最高。炊きたてのこの感じ、例えるなら鮭フレークのあのふりかけの完全究極体まで進化させた感。残ってる大量の鮭はね、まあちょっとずつねいろんなのに消費していくから、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。